モモンガ動画でまったり通信。はい。はい。今回は28回目です。8回目です。もうでも無理くないですか8は。無理ですね。無理ですよね。ですよね。そこを考えていただきたい。8回目です声で苦しさをアピールされても困りますね。ダメですか。ダメです。え、本当ですか。じゃあ早速今週のあれもういいんですね。もういいです、はい、まずはこちら今週の新刊紹介です。はい、はい、今週は2冊です。はい、こっちからいきますか。はい、はい、じゃあこちら、じゃん、 F1 速報第7戦カナダグランプリ号です。はい、はい、毎年恒例 で、はい、でよく荒れてたカナダグランプリなんですが、うん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 、今年はそんなに荒れず、うん、ね、まあそうは言ってもちょっとマーシャルの方が一人亡くなってしまったりとかね、うん、びっくりしました。ちょっと痛ましいこともありましたが、ね、はい、オートスポーツウェブで知りました。いや、それ以外はないでしょう。そうですね、リアルタイムで見れないので、はい、DS で見てるんですけど、はい、なんか半日ぐらい遅れるんですよね、うん、うん、だからちょっと DS 見てるときにそのシーンが映るのかなちょっとドキドキしながら見てました。あ、なるほど、はい、はい、まあ、そのレースの模様と、うんうんうん、その他にもですね、最近ちょっと政権を騒がしている、うん、メルセデスの極秘テストはなぜ行われたのかとかです。こんな大事になってるんですね。大事ですよ。びっくりしました。裁判だ、ね、本当に裁判、本当に裁判なんですね。割と裁判、割と裁判、割と裁判びっくりしました、はい、最高、なんか法廷、そうそう、うんうんうん、はい、はい、とか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 、はい、うん、その他にも載っております。もろもろ、はい、はい、明日、木曜日、13日、木曜日、はい、はい、発売です。コンビニ書店でお買い求めください。はい続いて、続きましてこちら、じゃん、ギャルズパラダイス2013レースクイーンデビュー編です。はい、今年も出ました。出ました、ギャルパラの春の、定番デビュー編はい、今年登場、うん、いろんなレースに登場するレースクイーンが、はい、ずらりと、お、268、258、おお、いっぱいいますね。結構な数字になりましたね。ですね、はい、乗っております。はい、はい、レースクイーンファンはもちろん、うん、なんだもういないみたいじゃないですかそれじゃ。レースクイーンファンはもちろん、レースファンも、レースファンも、はい、そうですね、チェックしていただきたいなと思っております。はい、これはあれですね、 S 帯もスーパー耐久もスーパーフォーミュラも全部載っているから結構面白いですよね。 S 帯もスーパー耐久もって言ったよね。え、ですか。スーパー GT もスーパーフォーミュラもスーパー耐久も載ってる全部スーパー耐久ですね。そうなんですよ、ごちゃっとなりました今。なります、なります、なりますね、はい、まあ、スパイなんですけど、はい、いっぱい載ってます。はい、はい、ちょっと桃川さんも出てるらしいんで、ちょっと探してみてください。びっくりしました、はい、はい、ちょっと載ってます。1枚だけ、あれ1枚だけですね。そうですね、はい、1個だけなんかあの気使ってくれたのかね、なんか入ってましたびっくりしましたあの某レーシングドライバーの人も写ってます写ってますね、はい、家族写真みたいな感じで写ってたんですよ家族写真でしたね、家族、ね、完璧家族写真ですよね。そうそうそう、うん、多分 GT ドライバーで初めてじゃないですか、ギャルパラ乗った人。いや、そんなことないですよ。あ、そうなんですね、はい、過去にあるんですか。過去にはですね、うん、本山さんも出たことがあります。あ、なぜ。モーターショーの時に、はい、トークショーか何かに来てて、うーん、で、当時あのザナビーの、はい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 、スクリーンが、はい、ギャルパラの撮影があるんで、うん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 、で行った時に、はい、じゃあっつって来ちゃった、はい、あ、そうなんですね。ものすごいちっちゃい駒なんですけど、はい、本山さんが映ってます。あ、そうなんです、はい、ちょっと見てみたいですね。あ、一応ありますよ。あ、本当ですか、はい、後で見せてください。はい、はい、こちらは、14日
金曜日です。金曜日発売です。はい、はい、というわけで書店で折半にいる GT ドライバーは GT ドライバーから見てください。あ、ドライバーは、はい、ですね、関係者の皆さんは日本でご覧ください。はい、はい、じゃあ続いて、はい、続きまして、こちらじゃん、最近のモモンガ近況とかもろもろ、はい、はい、まったり通信ではですね、はい、今週末に行われるセパンの予想を書いている、はい、いるので、はい、セパン前にあの、はい、もちろん、はい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 、富士の優勝予想のご褒美をもらってないです、うん、この間おごったラーメンじゃダメかこの間おごったラーメンは超美味しかったんですけど美味しかったんですけど、はい、ちょっとそうですね、物足りない物足りない物足りない言われるだろうなと思って。あ、本当ですか、覚えてましたか。いや、全然忘れてました。そうなんですね、はい、私も忘れてたんですけど、はい、あのつい最近その何ですかね、あの人に言われて気づきました。そういえばモモンガさみたいな、そもそも始まった理由って何かもらおうと思って始めたんじゃないのっていうので、はい、なんかご褒美もらったのって言われてもらってないと思って、うん、一度ネタにしようと思って決めました。あ、本当ですか。はい、はい、まあ、俺もモモンガさんも実は好物が割と似てる傾向があり、はい、ね、はい、でさっきちょっとひとしきり話題が盛り上がったんですが、はい、あのカニカマが好きという、はい、カニカマ好きですという共通項があり、そう、であのカニカマのカニカマってじゃあ誰が作ったのよみたいな話になって、はい、うんうんうん、で、石川県にある杉尾さんっていう、はい、メーカーが作ってるらしく、はい、そこのカニカマが相当すごいとうんうんうん、いうらしいので、はい、じゃあカニカマあげますいいですか、結構お高めでした。高い、結構普通高いんですよ。3000円ぐらいする。そうですよね、うん、いいんですか。いいっす。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとネットかなんかで取り寄せて多分7月の贈呈になると思いますそうなんですかこのじゃあ動画で動画で想定して楽しみです。相当うまいと思うんで、ね、そうですね、3000円のカニカマ自分で買えないですもんね。買わないよね。買わないですよね、うん、はい、あの半分はもらっていい。あ、でも分かりました。分けっこ、分けっこします。そうそう、はい、それで、はい、日本一のカニカマを、うん、はい、味わいたいですね。相当すごいと思うんで、ね、そうですね、今ハードル超高いですもんね、はいはい、じゃあ君、あれを助手的な感じに髪切りましたね。髪切りました、はい、今週末のレースをの開催地から地理を学ぶ、はい、学ぼう、はい、もうちょっとちゃんと言ってください。いや、いいかなと思ってモモンガと地理を学ぼう久々にこの流れやる。そうですね、言ってくれないな。はい、そう言ってくれない。はい、はい、今週末はインディーと DTM GT ですとセパンです。はい、3つもあるんですね。毎度のように履歴にも入れてあるらしいんで。ほう、はい、どっから行きますか。ウィスコンシンステートフェアパーク。ん、すごい、インディーカーやるとこですね。おお、街中ですね。ミルウォーキーっていうやつですね。ミルウォーキー、合ってる。はい、またアメリカです。ああ、そうなんですね。また五大湖近くですね。そうですね。はい。五大湖。五大湖。はい。五つの湖。はい。はい。の近くですね。シカゴってアメリカなんですね。じゃあ続いてまた履歴から。はい。DTM をやるユーロスピードウェイラウジッツリンクというやつがあります。これですね、はい、さっきのが WTDTM、うん、さっきのはインディカ、インディカアメリカですから、ね、はい、はい、なんか大きいサーキットが、はい、でかいですね、結構ね、大きいですね、はい、あのツインリンクもできるみたいに、はい、オーバルとロードの2つあるコースなので、待って、こんだけちっちゃくしても結構な幅取ってますね。幅取ってますねお、スピ、ユーロスピードウェイ、はい、はい、行
きすぎちゃいましたね。ポーランド。違います、ドイツです。そうなんですね。書いてあるからって読み上げるのやめてください。これ、あ、ドイツの東側ですね。うーん、旧東ドイツってやつですね。へえ。ヨーロッパですよ、ヨーロッパ。ですよね。はい、こっちがアジアですよね。はい。はい。はい。じゃあ続いて。続いて。ようやくちょっとヨーロッパの地理を覚えてきた。やっとちょっとあの前回のそのヨーロッパっていう場所初めて教えてもらったので。ヨーロッパっていう。どんどんどこがヨーロッパなのか全然知らなかったので。そうですね。はい。じゃあセパン。はい。はい。はい。マレーシアは分かりますよね。そうですね。3度ほどお邪魔したことがある。あ、でもこんなこっちだったんですね。そうですよ。へー。はい。はい。縮めすぎました。いや、もうちょっと。もうちょい、そうですね。ご覧の通り赤道のかなり近い。あ、赤道直下って言いますもんね。あ、びっくりした。はい。というわけで。ここもマレーシアですか。そうですよ。飛び地なんですよ。飛び地。島が2つこう離れてる感じ。日本列島と沖縄みたいなもんですか。あ、まあそうですね。はい、ここは何ですか、下は。これインドネシアじゃないですか。あ、そうなんですね。はい、インドネシア。インドネシアですね。はい、はい、はい、今週に加えて来週分も見てみましょうということで、はい、ルマンを見てみましょう。はいはいはい、結構ですね、町、うん、本当に町のそばというか街中ですね、近いですね、うん、国道的な感じで。そうです、あの割と放射状の放射状の道が出てる感じ。おはい、放射状。すごくいい街ですよ。うーん、これはどこですか。どこですか。これはどこですか。あ、ルマンって地名なんですか。そうですよ。あ、そうなんですね。はい、それはびっくりですね。そこはびっくりですね。はい。これはどこですか。フランス。はい、書いてありますか。書いてますね。またヨーロッパですよ。あ、ですね。パリから TGV で1時間半。 TGV、 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 はい、知らない。 TGV、 TGV、 何ですか。まあ、フランスの新幹線ですね。走ってるんですね。あらぬ方向からも出る。結構遠いですね、日本から。なんつった今。え、日本から考えたら遠いですね。うん、まあそれはドイツの時も同じだと思うし、アメリカでも遠いんですね。まあそうですね。なんかこう、もうあの端っこだなと思って。じゃあ今週の地理を学ぼう。2年で。あ、来週、再来週。来週はですね、はい、私いません。はい、モモンガさんもいません。いません。なぜなら私は、はい、セパンからルマンに飛ぶ過酷スケジュールな上に、はい、モモンガさんは、はい、久々の A クラスの仕事が、はい、そうなんです。バンコクインターナショナルオートサロンが6月20日に開幕しまして、はい、31日まであるんですけど、私たちは20日の開幕から24日の日曜日まで、はい、はい、いらっしゃいます。久々の、はい、A クラスのお仕事。そうですね。大丈夫ですか。緊張してないですか。あ、意外にそうですね。ただあのダンスちょっと忘れたのでですよ、ね、来週はあのまた ABEX のアカデミーであのレッスンがあります。はい、はい、ので、はい、この動画はお休みです。はい、というわけでまた再来週に。そうですね。はい、お会いしましょう。お会いしたいと思います。今週は以上です。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また再来週お会いしましょう。